さあやっていきます。今回やっていくのはこちら、アザラシアナリティクス4月号でございます。2021年4月号でございますね。収益化してから1ヶ月の動画を上げて、その動画の中で、まあ、4月の分、4月〇〇の分言うかなみたいなこと言ってたのでね、言わないわけにもいかないかなと思うので、まあ、真面目なアザラシは、収益を公開していきますよ。これ大丈夫なのかな、言って言って。なんか推定収益はダメみたいな。確定はいいけど推定はダメみたいなのを某 J で見かけたんだけど、いや大丈夫なのかな。まあまあ別にそんなにこの収益に期待してはないから、少額だからまあいいやと思ってるけど、これがなんか数百万とかなってきたらさ、さすがにこれで YouTube 側から目つけられてダメって言われたらええってなるから、そこはちょっとその時になって考えるか。一応今チャンネル登録者数は1110人になっております。いやー増えたねー。いや十分ですわ。あと残機が110残機あるっていう気持ち。収益化がなくなるまであと110も残機があるから、好きなことできるな、そんな感じですね。あんまり伸ばすつもりは、収益化なんか目標ってところがあるから、あまり伸ばすところはないんですけども、まあチャンネル登録者数1110人のチャンネルが一体1ヶ月でどれぐらい稼げるのかという、そういう参考にしていただければと思います。で、とともにね、まあ一応ね、このチャンネル登録してくれている1000人の方にはね、報告をしていかなくちゃなと、ね、まあいつも見ていただいている方にはね、やっぱこうどれぐらい稼いでるのかなというところはね、つまびらかにしていかなくちゃいけないんじゃないかと日頃思っております。で、はい、4月分ですけど18.26ドルです。はい。2000円ぐらいですね。中学生の小遣いぐらいとしたら、まあまあまあかな。小学、中学生の小遣いでもちょっと少ねえかな。小学校5年生ぐらいの小遣いぐらいには なってるかな。ただ、まあ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 、少なくない額だよね。そう思う。多くもないけど少なくもない額だなと思う。最近のこの4月の動画で見ると、まあ、自分が関与してるのが、自分の動画っていうのはあんま多くないけどね、結構切り抜きが増えてきて、まあ、増えてきちゃってますね、切り抜きがね。特にこの、ポコピーと藤葵ちゃんのね、切り抜きはね、よく伸びてるようで、よく伸びてるし、よく稼いでるという感じになっております。まあ、切り抜き動画ね、作るのもどうかなと思ったりするんですけどね。まあ、応援する気持ちで動画上げてるつもりではあります。はい。金稼ぎのつもりというより応援のつもりで。この2つの動画で、今のところ約、公開後だったかな？公開後で、こっち 8.58 ドル。3付けするやつ。で、こっちが、年末のやつの、雑談まとめのやつが8点。どちらもまあ、8ドル。9ドル近く、だ1000円ぐらい、2本ともで1000円ぐらい稼いでるっていう感じですね。一応藤葵ちゃんのアルバムも買いましたし、ポコピーの里の民にもなってるし、ファンボックスので課金してるし、藤葵ファンクラブにも入ってるので、まあこの辺はね、まあ稼いでるけど稼いでる分は還元してるというつもりでやってはおりますけども、まあこれファンとしてどうなのかなと思うけどね、ファンとして。まあこれも広報としての活動と思っていただければ思っていただければっていうね、まあ一応悪いことしてるわけではないので、はい、この後もこの後も、切り抜きをねどんどん作っていければなと思います。もう一つ、関城美子にストーカー行為をリークされブチギレるピナツくん容疑者っていう動画も上げてます。これ短いんですけどね、個人的な好きなところだったので、フォールアイズって言って絆愛杯があったフォールガイズの大会のピーナッツくんのムーブがめちゃくちゃ面白くて、そこのどこを切り抜こうかなと思ったんだけど、もうわずかなところを切り抜くに至るというね。この関城美子っていう人もこの切り抜き、まあにするつもりでここ面白かったなと思って切り抜いたところから名前知ったんだけど、この人めちゃくちゃ面白いこの人めちゃくちゃ面白いからおすすめします、関城美子さん。うん、VTuber の中でもね、あんまりこう、アンテナ広げてないアザラシなんですけどね、こうやって時々こう面白そうな人に出会うと、うん、なんか、びっくりしちゃう。この人ね、宮沢賢治のよだかの森っていう小説の、朗読をやってたんですけど、しかも生放送で朗読やってて、めちゃくちゃ朗読上手くて、びっくりした。本職のなんか、
なんか朗読家みたいなぐらいの、めちゃくちゃうまかった。なんかね、赤ちゃんみたいな喋り方してるんだけどね、朗読になるとキリッと声が切り替わってね、めちゃくちゃかっこいいの。おすすめです、関城美子さん。はい。何のアナリティクスなのかわかんないけど、てな感じで、まあ、4月分はこんな感じって感じですね。ちょっとね、動画投稿が少なかったかなと個人的には思ってます。なんかバッバッと見れるやつなかったっけ。7日間だっけ、28日間だっけ。そうか、面白いのね、やっぱこう、ここでの動画の投稿があまりにも少ない。なんか4月21日からのスパンでこう約2週間ぐらいで3本ぐらいしか動画上がってないっていう、そういう事態に陥っているのでね、ちょっと動画投稿が減ってるなと。まあ、毎日の忙しさにかまけてね、ちょっと減ってるなっていうのもあるのでね、この後ちょっとこう、いろいろ、企画しているところが自分の中であるのでね、また活動を活発にしていこうかなと思っております。はい。ということで、4月のアナリティクスでした。5月以降も上げていこうと思います。はい。ほんなまた。